クリゴリー・アリノルドビッチ・ストリアーロフ、1892年3月20日、オデッサから1963年9月14日、モスクワはソビエト連邦の指揮者。サンクト・ペテルブルク音楽院で、レオポルト・アワアーに、バイオリンをニコライ・チェレプニンに、指揮法をアレクサンドル・グラズノフに、作曲法を学ぶ。1915年に卒業と同時に、 シェテ,テルブルクルネッサンス劇場の指揮者となり、1919年からオデッサ歌劇場の指揮者に転出する。1923年にはオデッサ音楽院の学長となり、1929年からはスタニスラフスキー・ネミロビチ・ダンチェンコ劇場の音楽監督を務め、1934年からはモスクワ音楽院の指揮科の教授も兼任するようになった。 1954年には、モスクワオペレッタ劇場の主席指揮者になり、終生この地位に泊まった。ショスタコービチの、ムゼンスク軍のマクベス夫人のモスクワ初演の指揮を、務めたほか、同作曲家唯一のオペレッタである、モスクワチェリョーム式の作曲を依頼し初演式を、担当している。残された録音には、ドゥナイフスキーのオペレッタなどがある。レニングラードマールイ劇場と、 世界初演を競い合ったが、結局初演はレニングラードで行われ、モスクワでの初演はその2日後に行われた。ありがとうございます。